い、そんなやつはおかしくないな。新しいお店です。うざい。でもやりすぎちゃう。見てこれ似合ってる？え、めっちゃ可愛い。似合ってる。よかった、久しぶりに来たんだよこの特攻服。特攻服？え？え？間違えてる。間違えてる。大間違い。普通にちゃんとした服でお願い。スーツ？違う。タキシード？違う。もう服？一番ちぎ。え？一番遠いよ。桃から生まれた桃太郎です。最近あのおじいさんとおばあさんがめっちゃ仲悪くて、あのもう熟年離婚するって言って、であの僕があの鬼倒してっから結構金とかあるんですね。だからその僕をどっちがその引き取るかみたいな感じで、その真剣争いで裁判になってて、今日その結果が出るんです。であのまあどんな結果になっても悲しいですけど、僕は結果が出ました。僕の真剣は桃にあります。暗闇から人の苦しむ声が聞こえてくる。なんだ急に。見えない、見えない、何も見えない。これ目玉がない人だ。ない、うん、ない、うん、私のコンタクトレンズが。そういう見えないの。普通の一般人じゃないかこいつ。ちょっとライトつけてもいいですか。いいわけねえだろ、お化け屋敷だっつって。僕の部屋に爆弾が仕掛けられてる。クソ罠だったってわけか。松田、こうなったら爆弾を解除しに行くし。オッケー。ああ、爆弾か。四つ葉のクロー。四つ葉のクロー、爆発が取れました。スーパーラッキーです。あれかお前よ。何がスーパーラッキーだよ。何年だよ。